カナダ、アルバータ州のウクライナ文化歴史村の木造の国類倉庫アイオワ州エザービルの巨大な木造カントリーエレベーターと穀物倉庫日本のカントリーエレベーターの例、カントリーエレベーターとは穀物の貯蔵施設の一種のことである。巨大なサイロと穀物搬入用エレベーター、穀物の乾燥施設及び調整施設などからなる。 グレートプレーンズでは高さが40メートルを超える規模の穀物倉庫が数多く建設されプレイリーの摩天楼と呼ばれる得意な景観を見せるアメリカ合衆国の国倉地帯に設置された貯蔵用サイロが大型化して成立した大型化したことにより巨大なエレベーターにて搬入を行うようになったことから田舎にあるエレベーターという意味で名付けられたという説があるまた 穀物集積地にあるものをターミナルエレベーターと呼ぶ。ニューオーリンズはアメリカ合衆国の穀物輸出の一大拠点でターミナルエレベーターが多く設置されている。1964年、農林水産省がモデル事業としてアメリカ合衆国のカントリーエレベーターに反を取った施設の導入を始めたのがきっかけ。 ただし内情はそれまで整備が進められてきた調整後の貯蔵施設を持たないライスセンターの進化版であり、米国の乾燥、調整、貯蔵の三種の役割を担い農家の労働環境を改善する目的で設置が進められたものである。アメリカ合衆国のカントリーエレベーターが大豆などの豆類、トウモロコシなど様々な穀物を対象とするのに、対して日本では 添作の麦も対象にする場合もあるものの、米を主な対象としているのが特徴である。乾燥方式により、米麦の乾燥後に、サイロで貯蔵を行う A 方式と、サイロに重点を、サイロ内で乾燥を行う B 方式に分類される。ありがとうございます。